ほらエンジョイ。はい、先日さやりものでも紹介したフェアのアイスクリーム屋さん、オーガスタミルクファームさんにやってきました。早速行ってみたいと思います。ラジオで紹介した時はマッピンボール、これあ、距離切れた、残念。じゃあ、シングルの人気ですね。じゃあダブルいきますか。じゃあダブルで、どうしようかな。2種類、季節のアイスはマンゴーソルベでしたっけ。じゃあファッションマンゴーソルベと、どうしようかな。マンゴーヨーグルトって、はい、通常あるやつですか。あります。じゃあクッキー&ミルクでお願いします。はい、あ、そうなんですね。クッキー&ミルクとパッションマンゴーソルベということで、いただきたいと思います。いただきます。うん、おいしい。めちゃくちゃ濃厚なんですよ、これ。本当にマジでおいしい。やばい。クッキー&ミルク出てきました。こちらです。さあ、そして下に埋まってるマンゴーソルベ、これね、季節限定なんですよ。オーガスタミルクファームさんのアイスってすごい濃厚なんで溶けにくい。なんていうの、普通のアイスクリームのイメージって結構すぐ夏場っていうかもうベチャーってなるじゃないですか。こんな喋ってたら多分もうベトベトになってるんですけど、ほんとね、なんていうの、濃厚だからすぐ溶けないっていうか、で、口に入れるとこう、ボワーって。いいから食べろよって感じですよね。はい、マンゴー出てきました。いますよ、マンゴー。三色配合でいってみたいと思います。酸素になってますね、関東味噌みたいな。シャーってこう、こう持ち上げてね、いい感じにいきたいと思います。いただきます。うん、美味しい。美味しいけどマンゴー一食で食べればよかった。ワッフルどうやって食べようかな。これはちょっと違うよね、ちぎって。そういう感じになるんですよ、私なんか上手に食べれなくて。どうしたらいいかな。あのおにぎりとかもね、最終的に真ん中にこう残っておにぎりがもうどんどんボロボロ落ちていくっていう食べ方学びたい。まず、いや絶対違くないですか。大丈夫で、これでいいんかな、本当に。なんか合ってる、合ってます聞いてもわかんないよね、みんなに。でも多分正解だと思う。分かんないけど、人それぞれ自分の食べ方が正解。完食。ごちそうさまでした。わかるよって感じですよ。また来るね。ちょっと今日も匂ってます。あ、いるいる、表に出てますよ。かわいい。ハロー。あ、もう一匹出てきた。もう一匹じゃない、もう一頭。
てる見てる見てる結構見てる。あ、ヤギがいる。ヤギ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 がいますよ。こんにちは。ヤギちゃん。ちゃん、めいちゃんじゃないや、ヤギちゃん。みー全然見てくれないです。全然見てくれない。名前あるのかな、書いてないけど。めいちゃん、ヤギちゃん。やっぱさ、犬って呼んだら来るじゃないですか。なかなか厳しいよ呼んできてくれないのちょっと切ないよね、やっぱ。いえ、カラス反応されてももうねカラスじゃないよ。もーちゃん、ちょっと来てもろていいですか。もう座り込んでる。休んじゃってるけどね。こんにちは。あー、すごい、頭いいね。おー、え、すごい。こんにちは。暑いね。いい子だね。え、臭かった私。逆に逆に臭かった、ごめんね。なんかまた会いましょう。バイバーイ。